皆さんこんにちは。今回は、韓国コスメの新商品がまたいろいろ揃いましたので、そちらをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。まず1つ目は、ホリカホリカの、新しいラインで、チャンキーファンキーというすごくキラキラでもう派手なコスメが出ました。それが、アイテムとしてはまずこちらの、アイシャドウパレットと、こちらの、リップティントですね。それとこちらのキラキラのラメのアイライナー、アイシャドウです。で今回、オレンジ系のものとピンク系のものと、2つに色合いが分かれておりまして、私はね、このパレットとかも全部ピンク系のものを選んで、1つずつ選んでいます。では早速このアイシャドウのパレットの方から見ていこうかなと思います。今回箱も少しホログラム風な感じの光り方をする、すごくかっこいいかわいい感じです。でアイシャドウははいこんな感じのすごくねかわいいおしゃれな、なんだろうな、現代的な感じっていうんですかね。で中に色が8色入っています。でピンク系ではあるんですが、ベースはベージュとかブラウン系なので、比較的思ったよりも使いやすそうだなという印象があります。こんな感じでそれぞれ、色の名前もついていまして、マット、シマー、あとグリッターのカラーですね。はい、8色全部塗ってみるとこんな感じです。上の段はマットのカラーですね。少しキラキラっとしたラメが入っているように塗ってみると分かる色もありますが、ほぼこちらはマットです。であと4色、こちらは、シマーというよりももうグリッターにほぼ近いかなっていうぐらいキラキラのアイシャドウになっています。でこのラメがもう見るからにザクザクな感じのこの2色なんですけど、結構大粒のラメがグリッターが入っています。特にこのパレットの一番のこのメインカラーになる、ピンク、結構色味は思ったよりも深い感じですね。赤茶っぽいベースに同系色のグリッターラメがしっかり入っています。ベースがねブラウン系なので比較的使いやすい配色になっているかなと思います。色づきもねなかなかいいですね。そして続いてのアイテムはこちらを見ていこうと思います。これも見るからにギラギラの大粒のグリッターが入ったリキッドアイシャドウになっています。インスタグラムで見たルックはもう目元のメインとして結構広い範囲にがっつり塗っているルックだったんですけど、アプリケーターというかこのブラシ部分めちゃくちゃ細くって、もうあるかないかわからないぐらいすごく小さいですね。なのであんまりこの筆部分にグリッターがなんかつかない感じがあります。何回重ねて塗ればいいんでしょうけど、意外と控えめな感じですね。で塗ってみると、ベースはもうパールとか入っていなくって透明に近いです。なのでこのピンク色のこのラメがすごくたっぷりつく、つけられる感じになっています。ほんのりですが、本当に細かいシルバーパールですかね。本当に若干ですけど、そういうのも入っていますが、こちらの主役のカラーはね、この大きめの、このピンクカラーですね。すごく綺麗です。ポイント使いで一粒ずつ目の下とかに調整してつけるのもいいかなと思いますし、このね、アイシャドウを塗った後に上からね、重ねて使っていくのもいいんじゃないかなと思います。そしてこちらが、リップアイテムですね。はい、こんな感じです。ここもね、このティントもすごくデザインおしゃれでかっこいいです。蓋の部分がホログラムになっていて。で、これは色展開が確か3色あったと思います。で、こちらもちょっと塗ってみます。はい、こんな感じです。ベルベットティント、マット寄りのベルベットタイプになっています。色合いも結構ピンクっぽい、パープルっぽいかなと思っていたんですけど、塗ってみるとそんなにこうピンクピンクしてない感じです。ティントの香りは本当に薄い感じなんですけど、少し甘めのバニラっぽい感じの香りがします。このシリーズに関しては私がもうドンピシャで好きなコンセプトなので、使ってねいくのが、すごく楽しみです。そして、次のアイテムなんですけれども、次がこちらで初めてこのシリーズ購入します。それがこちらの、アリタウムというブランドの、もともとすごく、ね、人気のこの単色アイシャドウシリーズのモノアイズというものがありまして、で今回秋の、新カラーとして、何色か、一度に登場いたしました。前々からモノアイズすごく評判がいいので使ってみたいなとずっと思っていたんですけど、今回は特に私のこう好きな色合いで出てくれたので、もうこれはと思って選んでみました。今回個人的にはこのカラーですね。私の中で勝手にメインカラーだと思っているんですけれども、こちらのね、このグリッターというかシマーというか、すごく変更するようなこの色合いですね。これがもうすっごく一目惚れしました。G の23番というカラーですね。あ、触り心地はやっぱりちょっとしっとりしています。で、はい。あ、めちゃくちゃ綺麗。すっごく可愛いです。はい、こんな感じです。色づきもまず、発色もいいですし、で、ベースは優しい、こう、ピンクブラウンカラーです。そこに、パールラメというんですかね、ちょっと細かいラメなんですけど、ピンクとグリーンですね、ちょっとイエローっぽい感じもありますけど、あと、パープルとか、かなり複雑な様々なカラーがラメとして入っています。これはもう単色でもしっかり存在感出せる感じでいいですね。そして続いてこちら S30 番ですね。S がシマーで G が多分グリッターという意味だと思います。で、M がマットっていう感じですね。こちらはね、すごくベースに使えそうな色だなと思ったので選んでみました。はい、こんな感じです。まあ、これはまあまあよくあるカラーかなと思いますけど、明るいベージュカラーですね。あんまりこう白っぽさが少ないので肌なじみがいいんじゃないかなと思います。塗り心地はすごくいいですね。粉質がとってもいいです。そしてもう一つね、 S シマーの32番ですね。こちらのこんな感じです。これもねすごく深い、パープルカラーになっていますが、はい、こんな感じです。すごく深みのある、ブラウンパープルっていう感じですね。で一応シマーなので若干こう光沢のあるような感じと、で細かいシルバーラメが、少し入っていますね。まあ、今塗った3色は一緒に使うとすごく綺麗なこうグラデーションとかが作れる感じで、ベース、メインでこちらが締め色っていう感じだったりとか、混ぜて使ってもいいかなと思いました。そして残り3色は全てマットカラーなんですけど、まず M23 番ですね。はこんな感じのくすんだコーラルカラーですね。こちらもかなり無難に使える色合いじゃないかなと思います。で、続いては M24 番です。こちらは先ほどよりももう少しオレンジ味が強い色合いになると思いますが、はい、こんな感じです。先ほどよりもね、若干ですが、色合いが違うかなと思います。そして最後 M25 番ですね。これは結構ダークなこんな感じの、塗ってみると、はい、こんな感じの色になっています。すごく深みのある、ブラウンカラーなんですけど、どちらかというと赤みというよりはグレーみ、ちょっと黒っぽい、あとパープル、なんとも言えないおしゃれなシックなカラーになっています。今回揃えたねこの6色は、同じシリーズとして登場したものになるんですけど、初めて使ってみたんですけど、まず粉質はやっぱり前評判通りすごくいいですね。マットのカラーもちゃんとこんな感じでついてくれますし、いい意味で月が優しいというか、こうドバッときつく色味がつかないので、グラデーションとかね、こう重ねて使ったりするのにすごく向いている粉質かなと思いました。それとシマーとね、このグリッターのこのカラーですが、これもね、発色ももちろんいいですし、色の作りっていうんですかね、もうすごく私の好みでした。これまでにね、もう定番色としていろんなカラーがたくさん出ているので、少しずつね後追いという形にはなりますけれども、揃えていきたいなと思いました。はい、ということで今回は韓国コスメから出た、ホリカホリカの新しいシリーズとアリタウムのモノアイズをご紹介いたしました。今の時期韓国コスメブランドからも秋の新しいシリーズがどんどん出ておりまして、でなるべくラインナップ揃えてね気になるものはご紹介したいなと思っております。複数のお店からこう届くように注文していたりすることが多いので、手元にね全て揃うのにいつも以上に時間がかかってしまって、今回もねこちら月末になってしまったんですけど、まだまだご紹介していく予定がありますので、なるべく早く皆さんに、お伝えできればなと思っています。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。